鳥西市は中華人民共和国国立交渉に位置する地球市。区人口は75万人。中国での炭鉱を産業の中心にした都市である。鳥西市は国立交渉北東部に位置し、東はロシア連邦沿海地方と接し、南は母体交渉と接する。北部は七大川市、草加も山市と接する。境界湖から西へ約キロメートルに、 市の中心がある。欠片の気候区分では艦隊等気象気候に属し、夏は暑く、冬は非常に寒さが厳しい。1月の平均気温は低、摂氏16.1度、7月の平均気温は22.0度である。区名は景観賛成に由来する。中華民国初期、療養よりの入植者が区域に居住するようになり密山形の管轄とされた。 しかし、1908年に石炭が発見されると、急激に人口が増加し、1914年には、法典住民の延大症により、密、西須高校市が設立され、本格的な石炭採掘が開始された。1921年以降は、第6第5法の管轄とされた。その後の炭鉱開発に従い人口が増加、工業化と商業化が進み、 満州国時代には当初は、景観、山穂、後に、鶏西街が設置されている。1941年に、三山形より設置された鳥根池を前身とする、県中心部には鳥、根以外が設置された。1948年に、鶏西県と外省試合交渉の管轄とされた。1949年に、松江省、1954年に、 国立交渉に移管されている。1956年に地球史に昇格し鳥西市と解消。1958年に研究史とされたが、1966年に再度地球史に昇格し、現在に至る。六史かつくに研究し、一県を管轄する。鳥西市鳥西市2000年の国勢調査での各民族の構成非担校が多く存在し、 中国主要の石炭産出地である。ありがとうございます。